去年日本ボクシング界最速、プロデビューから1年3ヶ月で世界王者となった京口紘人、2018平成最後の大晦日、階級を上げてライトフライ級で再びベルトを巻く日となるのでしょうか。その拳で2階級制覇を京口掴めるのでしょうか。もっと強いチャンピオンにならんとあかんなと思うんで、必ず勝って2階級制覇したいと思います。この男、誰にも止められない京口紘人、いざ2階級制覇へ。デビューからわずか1年3ヶ月、日本最速で世界王者に。ここまでノンストップの11連勝、次はライトフライ級に殴り込みをかける。相手はジムの先輩田口からベルトを奪った因縁のチャンピオン。そういう運命やったんちゃうかな。やりたい相手やったんで楽しいです。京口紘人の進化は止まらない。もっと自分のボクシング見てもらいたいですね、いろんな人に。 KO で勝って2本目のベルトを巻きたいと思います。 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチ、ヘッキー・ブドラー VS 京口紘人。Ladies and gentlemen, very good evening to you once again, and we welcome you to the Wynn Palace here in Cotai, Macau, to witness this triple header world title boxing matchup brought to you exclusively by Sankyo. We now begin our action today with the first of three world titles lined up for you. This 12 rounds of boxing for the WBA Super Light Flyweight Championship of the World.This bout is sanctioned by the WBA World Boxing Association, its president, Gilberto Mendoza Jr., supervisor in attendance at ringside this evening, Alan Kim. Your three judges assigned to score this bout from ringside, Reina Urbaez Avilia, Derek Milham, and Chalam Prayatsa. And the third man in the ring in charge of the action, also giving instructions before the bout, World Championship referee, Mark Calloy.Introducing to you first, fighting out of the red corner, wearing black trunks with gold trim, officially weighing in at 106 pounds. His professional record, 32 victories. 3 defeats, 10 of his victories coming by way of knockout from Johannesburg, South Africa. Here is the IBF and the WBA light flyweight champion of the world, introducing the Hexecutioner, Hecky Butler!WBA 世界ライトフライ級スーパー王者、ヘッキー・ブドラーです。 His opponent across the ring, fighting out of the blue corner, the challenger, wearing black trunks with white trim, officially weighing in at 107 pounds. His record, undefeated. 11 victories, 8 of his victories coming by way of knockout from Tokyo, Japan. Here is the IBF minimum weight champion of the world, Hiroto!WBA 世界ライトフライ級ランキング1位、京口紘人、2階級制覇達成なるか。 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチです。スーパー王者が南アフリカのヘッキー・ブドラー、赤コーナー、そして青コーナーは日本の渡辺ボクシングジム京口紘人です。前 IBF 世界ミニマム級のチャンピオン、防衛を2度しました。今年の8月にミニマム級のタイトルを返上してライトフライ級で2階級制覇に挑もうとしています。日本最速で世界チャンピオンになりました京口、プロ通算11戦11勝2階級制覇に挑みます。今ゴングが鳴りました。オレンジ色のグローブ、黒と金のトランクス、白のトランクスが挑戦者の渡辺ボクシングジムの京口紘人です。そして紫色の髪、黒のボクシング、黒とゴールドのトランクスがチャンピオンのヘッキー・ブドラーです。まずはその1ラウンドの立ち上がり、京口がポイントだと話をしていました。その1ラウンドの入り方です。左のジャブを見せていきました。いいジャブですね。そしてブドラーが左のジャブを返していきました。さて放送席ご紹介します。
お二人の元世界チャンピオンです。元 WBC 世界フライ級チャンピオンの内藤大輔さん、そして元 WBA 世界スーパーフザイフェザー級スーパーチャンピオンの内山隆さんです。お二方どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況は TBS 杉山でお伝えしてまいります。両サイドリポーターは赤荻歩アナウンサーです。まずは内藤さん、はい、今日は試合どんなところポイントを置いていらっしゃいますか。ジノラ選手ちょっとやりにくい、はい、選手でもあるので、あとガードも高く、はい、なかなか崩しにくい部分があるので、はい、それをどう攻略するかですね、はい、右ボディストレートと左アッパーを見せていきました。ブドラのコンビネーションでした。そして内山さんは、はい、京口さんの試合に関しては毎試合解説でご覧いただいているわけですが、はい、今日はどんなところを注目されてますか。まあブドラ田口から王座を奪った選手なので、はい、やはり実力もありますし、はい、まあ、そこを競技者は2階級制覇をかけて戦うので、ぜひここはしっかりと勝ってもらって敵討ちというかしてもらいたいですね。そうですね。その中で内山さん、ポイントは京口選手立ち上がり、田口選手はポイントを取られてしまった、序盤でポイントリードを奪っていきたいと話をしていたんですが、はい、まあ、ブドラすごくこう 足を使ってちょこちょこパンチ当ててくんで、はい、流れに乗せるとずっと打ってくるので、そこをこう断ち切るために京口からガンガン打つことが、鍵ですね。そうですね、はい、オレンジ色のボクシンググローブが挑戦者の京口博人です。前 IBF の世界ミニマム級のチャンピオン、現在 WBA の世界ライトフライ級の1位にランキングされています。得意なパンチは左ボディ、そして左アッパーです。そして対する黒のグローブがチャンピオンのヘッキーブドラー南アフリカ、WBA の世界ライトフライ級のスーパー王者でもあります。そしてミニマム級でもスーパー王者であった実績のあるキャリアのあるチャンピオンです。左ボディです。左ジャブブドラー選手、はい、左ボディ、明日からまっすぐ上がってくるアッパーがね、はい、気をつけたいんですよね、はい、ブドラーのアッパー、はい、得意としてるパンチですね、左フックよく使いますよ、はい、アッパーは左フックを当てていきました京口です。ブドラも落ち着いている。右のパンチがショートで当たった京口、まあ、ブドラ3発打つまっすぐの3発とかああいうのが結構うまいんですよね、はい、非常に内山さん独特なリズムなんですよね。はい、そうですね。左アッパーワンツースリーと3つ見せました。さらにパンチを重ねてきますブドラです。まもなく第1ラウンド残り10秒になります。左フックブドラもパンチを積極的に序盤から打ち合っていく両者、はいはい、いいですよ。まもなく残り5秒、ここでゴングが鳴りました。第1ラウンド終了です。でパンチあるか、そんなに、うん、しっかりガードしてる。1ラウンド中盤ですが、スーパーチャンピオンのブドラーの右アッパーでした。京口の顔面を捉えています。第2ラウンドが始まりました。 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチです。黒のグローブ、黒と金のトランクスがチャンピオンのブドラー、そしてオレンジ色のグローブ、黒と白のトランクスが挑戦者の京口博人です。マカオの高級ホテルウィンパレスより生中継でお伝えしていきます。まず内藤さん、はい、第1ラウンド立ち上がり両者ご覧になっていかがでしょう。まあ、両者調子良さそうですね、はい、あとブドラー選手も調子良さそうで、相変わらず変則的なボクシングをすると僕は感じてます。アッパーも、ね、よくアッパーも対応しますし、あと逆ワンツーなんかも打つんでね、はい、非常にちょっとやりにくいボクサーだとは思います。右のオーソドックスですので、普段ですと左右という順番にパンチを出すのがベーシックなんですが、チャンピオンのブドラは逆ワンツー、つまり右手、ね、左手の順番で出すというパターンもあります。はい、内山さん、第一ラウンド立ち上がりになりますか。はい、やはりブドラがこう小刻みよくパンチ出してくるんですよ。京口もボディ入れたりしてプレッシャー与えてるんで、はい、まあ、ブドラも自分のボクシングをさせないようにすることは大事ですね、はいはい、ブドラの自分のボクシングをさせないようにするため、このラウンドいいですね。ボディ結構入ってますね。ボディいいですね。ボディ一瞬効きましたよさっき、はい、左ボディ効きましたね。いいですね杉山さん、はい、でその挑戦者青コーナーサイドですけれども、はい、やはり気になっていた立ち上がりですが、いい立ち上がりだと言っていますね。そうですか、はい、でジャブが特にリードがいいと話をしています、はい、まあ、まだもちろんわからないけれども、慎重に頭をしっかり動かしていけという指示です、はい、両サイドリポーターは赤荻歩アナウンサーです。やはり内山さん、はい、京口のポイントというのはこの左なんですよね。そうです、左ジャブとやはり左ボディ、はい、ここら辺が当たってくると試合ながらすごい楽になってきますね、はい、左ボディ、これ左ボディです。ボディいいですよ。オレンジ色のグローブの京口の左ボディ、ちょっと効いてますよ、はい、左ジャブの差し合い、左ウドラーも右のクロスをかぶせていきま す。今日のレフリージャッジです。レフリーはマーク・カローイ、ジャッジは3人です。オーストラリアのデリック・ミルハム、ベネズエラのレイナ・ウルバレス、タイのシアレーム・プラヤドサブ、この3人です。
まあ、京口のジャブが結構強く当たってるんで、あれで警戒してくるっていうのをブドラ今考えてますね。はい、ブドラーは今年の5月にこの京口のジムの先輩でもあります田口良一から WBA のベルトを奪って統一チャンピオンになりました。右のボディストレート、いいですね、ボディですね。京口の先輩が田口、そして田口の先輩が今日の解説の内山さんということですが、さてブドラーも上からかぶせていきます。非常に独特な動きをしてくるこのブドラー、テンポそれからパンチの出どころが内藤さん、はい、非常に分かりづらいんだと京口話をしていました。わざとあのずらしてこうなんかねリズムずらして打ってくるんですよね、はい、左ボディ、ボディですね、このラウンドいいですよ、左ボディです、はい、ボディ効いてますよ、はい、嫌がってます。ここで第2ラウンド終了です。2ラウンドの序盤ですが京口のこの左ボディ、ブドラの脇腹を捉えています。第3ラウンドが始まりました。ブドラと京口の WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチです。京口の左ボディがブドラの右の脇腹を捉えるシーンがありました。第2ラウンド、この第3ラウンドはどうか。ブドラはこのように積極的に足を動かしてステップワークよく動いていきます。そこ詰めてきている。さあブドラが一気にパンチを畳みかけていきます。京口選手のガードがすごいいいので、はい、いいパンチはもらってないですよ。しっかりとガードを上げる京口です。お互いね、ガードはいいですね、はい、だ京口はちょっと右をたまに思いっきり振っていくときがあるんで、その時たまにちょこっとカウンターもらえそうになるんで、はい、少し気をつけた方がいいですね。右を出す時のカウンターですね。右のパンチ、ちょっと聞いたんですかね、このダメージはどうか。ナイスクロスですよ。右を当てていきました京口です。さあ逆パンチ来た。そしてブドラーの右の目の下が少し赤くなってきています。一発で張りましたね、ちょっと、はい、うん、いいですね。じりじりとプレッシャーをかけに行くオレンジ色の挑戦者京口です。ミニマム級で世界チャンピオンとなりました。2階級制覇を狙っています。ブドラーもミニマム級でスーパー王者になり、このライトフライ級で現在チャンピオン、軽量級の頂上決戦ということになります。ブドラーのコンビネーションです。プレッシャーをかける京口がプレッシャーをかける、かなり際にブドラーのパンチ左。内藤さん、やはりブドラーいつ打ち終わるかというのが非常に読みづらいですね、はい、それとあと打ち始めと打ち終わりを狙っていくんですよ、はい、京口選手が行こうとした瞬間にコツコツって当てたり、右のストレート、あと打ち終わりを狙ったり、はい、非常に、ね、こう分かりにくい、やりにくいボクシングをしますね。内山さん、はい、ここまでの京口の戦いぶりに関してはいかがでしょう。まあ、あのプレッシャーかけて相手下がらしてるんで、はい、すごくいいと思いますよ、はいはい、あの先手先手で相手に取られちゃうとポイント持ってかれますけど、右アッパー感じで京口今プレッシャー与えてますから、はい、相手もナイスボディ、いいですね、疲れてくるはずですね、いやいいボディですよ。このボディはダメージがかなり効いてきますか。まあ、あの効くというよりもフェイントに当たらなくてもフェイントになってくるので、右アッパーです、当たれば効きますけども、はい、調子いいですね京口選手も。ガードをしっかりと固めて京口がプレッシャーをかけにいく。ブドラーのパンチ小さく、パワーはそこまで感じません。細かく当ててくるブドラー、そして強打、パワーボクシングが魅力的なオレンジ色のグローブの挑戦者京口です。右固めてクロスに行きました。さあブドラーのパンチが京口を捉えたか。左踏み込んでいく、左フック、京口の左フックでした。左のパンチ、左ボディです。いいですね、当たってなくてもいいですよ。内藤さん、やはりこれブドラ左パンチ警戒してますね。嫌がってますね。左フック、残り10秒になりました。第3ラウンド、ブドラの2発ボディになっていきました。京口の左ボディ、第3ラウンドも決まっています。3ラウンドには京口の右ストレートがブドラを捉えています。第4ラウンドに入りました。スーパーチャンピオンのブドラと挑戦者の京口の一戦です。マカオホテルウィンパレスより生中継でお伝えしています。ジャブを出していきました。ブドラ探り合いですね。しっかりとプレッシャーをかけていく京口です。左のパンチ踏み込んでいきました京口。ミニマム級で活躍をしていました京口なんですが、ライトフライ級に階級を上げてパンチ力が上がった、そしてバランス力、さらにフィジカル、そして積んでいるエンジン全体がパワーアップすることができたという話をしています。
何より減量区からだいぶ解放された部分もありますよね。それは大きいですよね。練習の試合前最後の方は体重を落とすことに意識がいっていたのが、しっかりとチャンピオンになるトレーニングが最後までできると話をしているのが井上トレーナーです。この京口左ジャブいいですね。左を中心に組み立てていきます。内山さん、はい、ブドラーなんですが少し動き変わってきましたか。少しでスピードが落ちてた感じしますね、はい、で足がやっぱ止まってきてる感じがするんで、まあ、この状態でずっとあの行けばいいと思いますよ、はいはい、後半にそうしたチャンス来ると思うんで。左ボディアッパー気味に入れてきました京口です。杉山さん、はい、そのチャンピオンサイドはとにかく自分の右側のサイド、右側を固めろ、はい、固めろという指示ですね、はい、相手の左、つまり京口の左ボディを警戒しているということなんでしょうか。で一方でその挑戦者京口サイドは、はい、このラウンドは右ボディストレートを入れていこうと、はい、あとは低いジャブが鍵になると話してますね、はい、そこ赤荻アナウンサーからリポート入りました。右ストレート左左大丈夫だ。右ストレート左ボディコンビネーション見せました京口。内藤さんいいコンビネーションでしたね。決してクリーンヒットしたやつと嫌がってますよ、はい、いい有効打ですよ。左のジャブもうちょいちょっと力まで打った方が多分連打も出やすいですね京口の方は、もう少し力を抜いてもいいそうですね。ちょっと今力んでる感じあるんで、はい、京口の方としてはボディに関しては狙っていく上で力は6割から7割ぐらいで狙っていきたいという話をしていました。まあ、ボディは本当力みすぎて打つと当たらないですから、はいはい、内山さん、やはりこの京口の左ボディ、ブドラーの右手がかなり警戒しているようにも見えますが、まあ、あれは本当にさっきも言いましたけど当たってもいいし当たらなくても、はい、やはりフェイントになってくるので、それはすごくいいと思います、はい。ブドラーもパンチを返していきます。このスーパー王者のブドラーですが、今年の5月に京口のジムの先輩でもあります田口良一に判定勝利を収めました。 IBF と WBA の統一チャンピオンとなりました。 IBF に関してはベルトを返上しまして現在は WBA のスーパーチャンピオン。ナイスジャブ、左のジャブを伸ばして京口、そうですね、あれぐらい軽いジャブが出るんですね、はい、非常に軽い動きを見せました京口の第4ラウンドでした。スーパーチャンピオンのヘッキー・ブドラー、そして挑戦者の京口博人、ライトフライ級のタイトルを目指しマコのリングで戦っています大晦日決戦です。第5ラウンドです。黒のグローブがスーパーチャンピオンのブドラー、そしてオレンジ色のグローブが挑戦者の京口博人です。細かく細かく右のアッパーを当てました京口です。京口ですがライトフライ級に上げてこれが2戦目ということになります。海外での世界戦はこれが初めて、モチベーションは今までの中で一番高いという話をしていました。そして試合の前には京口についている井上トレーナーは京口の左のパンチが当たれば試合の流れが変わってくるという話をしています。前半戦左のパンチボディがよく当たっていた京口、ただ動きを止めないスーパーチャンピオン、プロ35戦32勝というキャリアもあります。老下位差が売りなブドラー、ブドラー本当後半まで手が出ますから、はい、京口は回転上げてそのスタミナの心配ですか、そこはまた良くなってきているので、はい、まあ、後半まで京口は前回以上に強いパンチが打ち続けられると思うので、はい、左、はい、さあボディの打ち合い、両者ボディ交換し合ってきました。右ボディストレート、左フック、ライトフライ級に上げた初戦でこの左フックで相手をリングに沈めた京口、左左のパンチ、ブドラの右でした。あそこはね、またちょこちょこちょこ とこう避けづらいパンチ打ってくるんですよ ね、 うまいですね、はい、内藤さん、このように細かく打ってくる相手というのは、はい、やっている方としてはどんな印象なんでしょう。ちょっとやりにくいというか、はい、っていうこうちょっと面倒な感じがしますね。そうですか、嫌なもんですよ、はい、内山さん、2人の距離感というのは、はい、今のこの中間距離で、まあ、距離感は1ラウンドから変わってないですけど、はい、うん、ただ、まあ、少し結構京口も攻撃が単調になってきてるんで、はい、まあ、くっついた時やはりアップ入れてあとボディ入れるとか、まあ、接近戦での攻撃をもう少しいろいろ増やした方がいいですね。接近戦でのバリエーションを増やしたいという、はい、内山さんの左ボディ、左フック、ボディをもらった、しかし左、ボディね、ちょっと一瞬入ったけどどうだ、
左アッパー、左フック、やられてます、やっぱ効いてますね、京口の左ナイスアッパー、炸裂しています、ボディ入ったんですね、はい、嫌がって左、うん、ちょっと効いてるんじゃないかな、距離を詰めていく京口、少しブドラの内藤さん動き変わりましたか、はい、はい、ちょっと鈍くなってますね、嫌がって、絶対嫌がってトランクスを直してベルトラインを上げています、パンチも軽くなって左フック、ダメージを抜く感じだと、抜いてる感じな気がしますね、このブドラーの動きがでしょうか、そうですそうです、ここでね、もう一回ボディいってほしいですね、ガードの上からでもいいので、さあ両者画面上げて右のフック、打ち終わりでした京口、まもなく第5ラウンド終了、忘れんなよ、第5ラウンドスーパーチャンピオン黒のグローブのブドラーの右、しかしながらその後左のボディを京口が返していきました、WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチです、スーパーチャンピオンのブドラーと挑戦者の京口の一戦、第6ラウンドに入っています、じりじりと両者パンチを交換し合う、左の出していく京口です、ブドラーの距離を詰めていきます、京口に関してはプロ通算11戦11勝 8KO という戦績が残っています、25歳、大阪府和泉市出身、現在は WBA の世界ライトフライ級の1位にランキングされています、前 IBF 世界ミニマム級のチャンピオン、2度防衛を果たしました、右アッパー左フック、距離を詰めていきました、内山さん、はい、この後の京口の戦い方なんですが、はい、左、先ほどはバリエーションが欲しいという話をしていました、ええ、さっきはでもボディ当たってからその左アッパーとか、はい、そういったものがすごくよく当たってたので、ええええ、そこからまたこう右ストレートのボディなんかとか入れていくと、またいろいろ相手にも分かりづらくていいと思うんですけどね、はい、このブドラーの少しずつ手数を止めたい、足の動きを止めたいと思ってはいると思うんですが、はい、そのあたりで、はい、左ナイス、頭がちょっと当たりそうですね、そうですね、左ブドラがちょっと足を使うようになってきましたね、はい、両サイドに足を使って動いていきますブドラです、まあ、接近戦ちょっと分が悪いんじゃないかなと思ったんじゃないかと思うんですよ、少し距離を取って離れていくと、うん、あとボディも効いてますね、はい、そして内藤さん、このブドラに関して京口はやはり試合運びとポイントを取っていくのが非常にうまい選手だという話をしています。でも今日の京口選手すごいいいですよ、はい、すごい京口選手ポイント 取ってますね、さあ右ブドラーですが単発では終わりません、1発2発3発コンビネーション当てていきます、左フック全部で1発目当てよう当てようと思って、ね、ちょっと踏み込みすぎちゃってるんで、もう少しこう1発目当てるんじゃなくて2発目3発目当てることを考えていくとか、はい、うん、行くともっと当たると思うんですけどね、はい、いわゆる緩急と強弱と、うん、そうですね、いうところでしょうか、はい、ブドラーも様子を伺う、左強烈な左のフックでした、入りましたね、体を動かした軸を左側に倒しながらパンチを打っていきました京口です、ナイスジャブ、左ジャブです、第6ラウンドの時間が少なくなってきている、右のストレート踏み込むところ左フック、右ストレートは左を当てた京口です、左右を当てた、ブドラの顔面が揺れました、ナイスボディ、いいですね、いいボディが入って第6ラウンド京口のパンチ捉えています、6ラウンド終盤でした、オレンジ色のグローブ京口の左のフック、第7ラウンドが始まりました、京口ひろと2階級制覇を目指しています、ライトフライ級でもベルトを巻くことができるか、左アッパー右アッパー、いいですね、さあこのラウンド京口積極的に前に距離を攻めていく、ナイスボディ、ナイスボディ、はい、さあ左、いいですね京口選手、いいですよ、はい、内藤さんこのラウンド、はい、ゴングが鳴ってすぐに京口が向かっていきました、行きましたね、はい、ワンツー左アッパー、京口の左アッパーです、もう一度左アッパー、杉山さん、はい、その京口サイドは
このラウンドとにかく下がるな、リードをしっかりついて前に出る、そこにアッパーをしっかり踏み込んでいけという指示ですね。そうですか、左ボディリードをしっかりついてアッパー、そのアッパーが出ました。左アッパーです。止まった、いや、アッパー、左フック。今日このラウンドだいぶ自分からこう接近戦に持っていってます ね、 そうですね、はい、距離を詰めてかなり積極的に打っていっています、内山さん、この辺りの狙いというのはどの辺りにあるでしょうか。まあ、相手が多分疲労が蓄積したこととか考えて今前に出てるのか、はいはい、まあ、ただあの序盤からこう前に出てそんなに強く振るわけでもなく、コツコツ当ってるんで、はい、相手としてはすごい嫌ですよ。そうですか、はい、距離を詰めていきます。足が少しブドラー選手ちょっとね止まってきました。はい、左アッパー、京口です。左ボディ、左アッパーが得意なこのオレンジ色のグローブの京口ですが、スーパーチャンピオンのブドラーからナイスボディ、先輩が取られたベルト敵討ち、取り返すことができるか。右、右をもらった、ブドラーの右です。京口の左、左ジャブから組み立てていけという指示がありました。少し距離を取って落ち着かせて、左、右のパンチを小さく当てました。ブドラーです、右のストレート打っていきました。左の右のストレート、京口踏み込んで右ストレート。内藤さん、この辺りのダメージどうですか。一発パンチではないんですけど、じわ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 こうダメージ、はい、あの積み重なってきてますね、ブドラーの方が、少しずつ右のストレート、ワンツー決まりました。いいですね、内山さん、はい、この辺りの組み立てどのようにご覧になってますか。まあ、あのブドラーも少しこう疲れて集中力切れてるのか、京口はワンツーこうもらうようになってきましたね。はい、あとやっぱ反応しきれてないですね、まだ。このラウンドはかなりブドラーの顔が揺れるシーンが多くなっています。京口もアッパー打った後に打ち割り結構少し打たれるんで、はい、そこ少し気をつけた方がいいですね。打ち終わり注意ということですね、はい、右、ナイスボディ、上がっていく、ナイスボディ、左ボディです。手数減りましたね、ブドラー。そうですね、なかなかブドラーの手数が出ない状況になっている。京口が行く、右ストレートかぶせていきます。ナイスボディ、効いてる。第7ラウンド、京口いいパンチがありました。スタミナもあるね、大丈夫ね。よし、いいな。7ラウンドです。京口のワンツー、この左そして右のストレートが決まりました。2018平成最後の大晦日、 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチがマカオで行われています。高級ホテルのウィンパレスより生中継です。第8ラウンドに入りました。さて内藤さん、はい、ここから後半戦どんなところがポイントになっていくでしょうか。まあ、このまま変わらず、はい、今のペースいいので京口選手には、ね、戦ってほしいんですけど、であと、ブドラーちょっと落ちてきてる感じがするんですね、ボディ効いてるっていうのも ありますし、だからこそこのままのペースで、まあ、あとは一発に気をつけるですかね。もう一度左アッパー、左ボディ盛り込んでから左のパンチを出していっています京口です。内山さんはこの後半戦、はい、8ラウンド以降はどのようなところになってますか。まあ、やはり京口のペースにだんだんなってきてるなというのはありますね。あと、まあ、京口は左ボディ打った後にブドラが相当ボディ警戒してるんで、はい、左のダブルでアッパーなんか入れ、はい、顔面にアッパー入れたりとか、そういうの入れるともっと当たりやすいかなと思いますね。左のボディをおとりにして左のアッパーにつなげていくと、はい、確かに内山さん、このブドラなんですが少し右斜め下にというんでしょうか。そうですね、ガードがだいぶ下の方に来てるので、はいはい、そして右の脇腹、ブドラーかなり腫れてきています、うん、右ストレート、左ボディ、左ボディ、ナイスボディ、右ボディ、左ボディ、効いてるな。京口のボディ攻撃、左ボディ、嫌がってる、嫌がってる、完全にガード固めてるんで、もう左ボディの後右アッパー入れたりとか、はい、左ダブルで入れたりとかがいいかもしれないですね。かなり中盤あたりから鼻を気にするような仕草を見せているブドラーです。鼻プツプツ飛ばす、右ストレート、京口の右です。ペースは京口ペースですよ。はい、スーパーチャンピオンのブドラーに対してプロ11戦11勝 8KO、 ここも左ボディ、京口面白いようにこのラウンド左ボディが立っています。まだ、ね、左ボディまともに当たってないんで、ガードされてしまってるんで、はい、あれをやっぱりまともに当たればもう一発で効きますけど、はいはい、左ボディ、これもガードはしていますが、いいですね、はい、左ボディ打った後に右に顔面を注意そらせるというのを高め方して、ね、はい、で今度腹をまた開かせるっていう感じ、ダブルとかもいいかもしれないですね、ボディーとかあるかも、
つまりは今ボドラーの意識が右脇腹に集中しているので、その集中を効かせつつ、ね、他の部分にパンチを出す、はい、次は顔面にっていうので、はい、で顔面に集中したところに今度また払い入れるというのが、まあ、当たりやすいですね。接近戦打ち合い左ボディ、京口です、左ボディ、あー効いてる、効いてる、効いてる、ボドラー効いた、京口が、あー出た、京口の左ボディ、完全に効いた、左アッパーです、左アッパー突き上げていく、京口のパンチがボドラを捉える、8ラウンド残り10秒、ボディ効いてる、ここは行った方がいいですね、詰めるか、左アッパー、それは違う、それは違う、突き上げていきました、うわ完全起動状、ここでゴング、8ラウンド京口のボディ攻撃が決まっています。8ラウンド終盤ですが、京口のこの左ボディ、ブドラーはその左ボディを嫌がっています。日本ボクシング界最速、プロデビューから1年3ヶ月で世界チャンピオンになりました。プロ8戦目でミニマム級のタイトルを取った京口博人、2階級制覇を狙っていきます。一方のブドラーも2013年にミニマム級のタイトルを手にしてからおよそ5年間ミニマム級ライトフライ級第一戦で戦い続けてきました。その最軽量級そしてライトフライ級、軽量級第一戦で最強の一人と言われているエッキー・ブドラーに対し、京口8ラウンドはボディ攻撃でダメージを負わせていきました。杉山さん、はい、その京口選手はラウンド終了後に毎回手応えある表情で戻ってくるんですけれども、特にいい表情をしていました。そうですか。そして陣営からはもう相手は効いているからこそ丁寧に行こうという指示ですね、慌てるなという指示です。左アッパー効いた、効いたな、効いているか、効いた、いけいけいけ、左アッパーが効いている、ブドラナイス、完全に寄りかかっていた、すごいぞ、京口がアッパーでまとめていく、完全に効きましたね、内藤さん効いてますね、はい、出てほしい、出てほしい、チャンスですね、かなり鼻も口も気にしているブドラー、ここで逆に冷静にいった方がいいですね、ここは冷静に、しっかり狙っていくように、そして内山さん先ほどあったように丁寧にというポイントですね、そうですね、一発でかいに受けるのうまいんで、はい、ブドラースーパーチャンピオンです。WBA も合わせて5度タイトルを防衛しました。実績はあります。プロ通算35戦32勝、そのブドラーに対して京口、いい形で試合を進めている。これが第9ラウンド、今日すごいですね、京口左左フック、非常に集中しています。ガードもしっかり上げている、左ジャブ、集中力高いですね、やっぱり京口は回転上げたのもあって、やっぱりスタミナが切れないですね、はい、力強いパンチが最後出てますね、ライトフライ、右ストレート、うわ、上から打ち下ろすようなパンチでした。いや冷静だ、冷静だな、はい、いかないもんな、あえて今がこの自分の体重、適正体重だと話をしているライトフライ級でチャンピオンになりたいと言っていた京口博人、ムドラ手伸ばすだけが結構ついた、左ボディ、やべ、左ボディ、ちょっと結構一方的になってきましたね、完全に体を倒して右脇腹を守っているブドラ、はい、素晴らしいですよ。あとは内山さん、京口がどう仕留めていくかですね、はい、そうです、やっぱりここで何かしら強い一発を入れれば、はい、相手も結構もう耐えられないと思うんですけども、はい、まだこうまとめもらわないように動いてるんで、そこはやはりなんかうまくこう強いパンチ当てるために何か考えた方がいいです、はい、そして内藤さん、はい、ブドラーもまだまだただ狙ってはいますね。そうですね、だから一発逆転はね、もうペース完全に田口選手ペースなんでね、はい、もし、ね、逆転があるとしたら一発ですから、その一発は気をつけたいですよね、はい、顔も京口選手もね、綺麗に実際当たってもらってないかな、はい、プレッシャーをかけに行く京口、ブドラーが体を振っていく、少し笑顔が見えた京口、第9ラウンド終了です。9ラウンドですが、京口の左アッパーです。このコンビネーションから突き上げるような左アッパーでブドラーが倒れそうなシーンがありました。自ら常にアグレッシブな姿勢で攻めていきたいと話をしていました京口博人。 WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチ10ラウンドに入ります。残りは3ラウンドです。静かな立ち上がり、両者のパンチ、ジャブでした。杉山さん、はい、競技スタイルです。このラウンドはとにかく3分間確実に削れという指示です。そうですか。赤荻アナウンサーからリポートが入りましたが、内藤さん、はい、この削れという陣営の意図というのはどんなところにあるんでしょうか。スタミナでしょうね、ボディが効いてるので、はい、一発は狙わなくてもいいから、徐々に体力を削っていけだということだと思いますね、はい、まだまだ足を動かしてくるブドラです。
その中で京口、指示としては削っていけという指示。左のジャブから組み立てていきたい京口です。ミニマムの時と違ってパワフルになりましたし、はい、動きもいいんでしょうね、まあ、調子もね、はい、調子もいいんでしょうね。内山さん、はい、ミニマム級の最後の試合になったタイトルマッチでは途中で足をつるという体力の面で、ね、アクセントがあったわけですからね、はい、まあ、やはりこの階級になってからもうあの水分だとか、はい、そういうのもしっかり取れ練習の時から取れてますから、そう心配ないですよね、はい、だから後半まで堂々と自信持っていけるってなりますね。試合の3日前まで1日2食食べてもトレーニングすることができたという話をして、過去最高の仕上がりだと京口の出来に関して井上トレーナー言っています。仕上がってきた京口、このマカオでの大晦日決戦、スーパー王者のブドラーに対し浮かしていく右左コンビネーションを見せました。左突き上げるボディ、ブドラーも2つ返しました。足を使っていく右のフック、ちょっとパワーがだいぶ落ちましたねブドラー、うん、危険なパンチ今のところもだいぶ右ストレートコンビネーション左ボディ、右アッパー左フック右、京口のコンビネーションです。右左右、いいですね、手数も落ちないですね、回転力スピードパワーがあります京口です、内山さん、やはりこの辺りも10ラウンドに入っても京口非常にパワフルなパンチ打ってますね、もうあの序盤の動きとあまり変わらないですね、はい、左ボディ効いたか、左ボディ効いてるぞ、右ストレート効いてます、ブドラーが完全に嫌だったですね。さあここでブレイク入ります。ダメージはあったか、完全にボディでしたからね、はい、まあ、決してローブローではないですから ね、はい、あれアピールするってもう聞いてるんですよ、ね、そう、低いよ的な、ね、アピールしましたよ、右ボディストレートじりじりと狙っていく京口、ブドラー足を使って距離を取る、ボディ欲しいな京口は、この距離感に関しては、あ、打ち切りストレート、うまいな、うまいな京口の右でした。第10ラウンド終了です。よっしゃ、10ラウンド終了時点でなんとスーパー王者のブドラーが危険です。ということで新チャンピオン京口誕生です。見事に京口がスーパー王者ブドラーを止めました。2階級制覇を達成しました。いやすごい、内藤さん、はい、ブドラーが途中で試合を諦めたという形になりました。いやびっくりしました、後半もう確かに一方的になってましたしね、はい、もうダメ、もう心折れたんでしょうね。そうですね、いやもうちょっと僕トレハ立ちましたよ今。いやすごい、すごい戦いでした。10ラウンド終了時でテクニカルノックアウト勝利となりました京口博人です。内山さん、はい、最終的にはチャンピオンが試合を諦めたという形になりましたが、もう勝てないって思ったんでしょうね自分でも、はい、まあ、そんだけ京口がやっぱり強いってことですし、はい、まあ、相手も相当いっぱいいっぱいだったんじゃないですかこのラウンドまで。特に内山さんは今日の京口どんなところが良かったと思われますか。やはり序盤からこう自分のペースで前に出てボクシングしてたことが、まあ、相手にペースを作らせなかったことが一番の勝因ですね。内藤さんはどんなところが今日の勝因だと思われますか。はい、やっぱりきっちりと対策してきたのと、あとはあのきっちり仕上げてきたところ、この冬、まあね、原力解放されたというのもありますね。それでもね、つい最近までミニマムでね、体力か、あの、ね、体の差もちょっとあったと思うんですけど、はい、完全にライトフライの、ね、ウェイトを仕上げてきて、はい、完璧な試合をしたと思いますよ。京口博人は自らの2階級制覇の達成、そして5月に先輩田口良一が奪われた WBA のベルトをその拳で取り返しました。京口博人、マカオ決戦大晦日、スーパー王者のブドラーに勝利をしました。見事京口博人、渡辺ボクシングジム2階級制覇達成です。プロデビューから1年3ヶ月で世界チャンピオンになりました。ありがとうございます。インタビューです。ありがとう。本当にこの大晦日に見事に2階級制覇を達成しました。その思い見てる方々にぜひぶつけてください。そうですね、でも初めにちょっと陰りた試合だったんですけど、コツコツしっかりジャンプついて
弱なしだけという作戦でしっかり前に当たったの、 GA の作戦もしっかり成功できたかなと思います。これで来年2019年はチャンピオンとして迎えます。どんな1年にしたいですか？そうですね、今年も去年2017年チャンピオンの年が2018年に越せたんですごい嬉しかったんで、今年も越せるんやなっていう素直に嬉しい気持ちがいっぱいですね。ではテレビを見ている皆さん、そして向こうに駆けつけたファンの皆さんに来年、そしてこれからどんなチャンピオンになりたいか約束をしてください。そうですね、公言してた通り、2019年はしっかり自分の力、実力をつけて、いずれはビッグマッチ、統一戦など試合に入れていきたいなと思います。見事に2階級制覇を達成しました京口選手でした。おめでとうございます。見事に京口博人、渡辺ボクシングジムが2階級制覇達成。そして先輩田口が失ったベルトを自らの今肩に巻いています。内藤さん、はい、京口がまずは2階級制覇を達成し2019年につなげました。はい、これからどんなことを期待されますか？そうですね、階級も変えたばっかりですので、これから、いくつ何回かね、防衛をして、またそこからこう考えていけばいいかなと、はい、しばらくは防衛戦を行ってほしいなと思って思いますね。2016年4月にプロデビューを果たしました。2017年7月に IBF 世界ミニマム級のタイトルマッチを判定で勝利し、プロデビューから1年3ヶ月で世界チャンピオンになりました京口博人。プロ8戦での王座奪取はあの辰吉丈一郎さんに並ぶ記録です。そして2017年にはその王座を防衛し、2018年には2度目の防衛、さらに8月に王座を返上しまして、今年ライトフライ級で大晦日にベルトを巻くということになりました。内山さん、はい、内山さんは京口選手のジムの先輩にも当たるわけなんですが、はい、これからどんな京口選手を見たいなと思ってますか？この階級に体が馴染んで、また次回からすごいパワーアップすると思うんですよ。はい、それでこの階級で本当に一番強い最強っていうチャンピオンになってほしいですね。そうですね、はい、ライトフライ級戦線というのは非常に強豪がひしめいている、日本人も非常に層が厚い階級でもあります。その中で京口博人がスーパーチャンピオンブドラーに勝利を果たしました。内山さん、はい、ブドラーという選手は非常に田口戦でも見せましたが、強さがある選手だったわけですもんね。すっごい難敵だったと思うんですけど、やりづらくて、はい、その選手相手にしっかりこう序盤から、僕の最低では割と完封してたかなっていうふうには見えましたね。はい、そしてこの後なんですが、井岡一人選手とニエテス選手、この2人がこのリングで戦うということになります。内藤さん、はい、どんなところを期待してますか？そうですね、相手も強敵ですのでね、はい、いやきっちり勝って4階級制覇、はい、ね、日本人初の4階級制覇、いや期待したいですね。ともに4階級制覇をかけた試合ということになるわけですね。相手も相当強いんですよこれ、はい、内山さんはどんなところを期待されてますか？僕もニエテスっていう選手に勝って4階級制覇っていうのはものすごく価値はあると思うので、ぜひ勝って日本人初の4階級制覇達成してもらいたいですね。そうですね、はい、WBA 世界ライトフライ級タイトルマッチですが、マカオの高級ホテルウィンパレスより生中継でお伝えしていました。スーパーチャンピオンのヘッキーブドラー南アフリカに見事渡辺ボクシングジム京口博人が勝利を果たしました。